1> 1号は宇宙開発事業団が打ち上げた初の人工衛星である N, I ロケットの性能確認、人工衛星の軌道投入、姿勢制御、追跡、運用等の人工衛星打ち上げ技術の習得、打ち上げ時の機械的環境条件及び軌道、投入後の姿勢変化、衛星内外の環境の測定を目的としている。また、初の実用衛星である。 電離層観測衛星に搭載する新点アンテナについて事前に技術データを取得する。概念設計は1970年に開始され、翌1971年12月に製作発注が行われた。1973年度にプロトタイプモデルの製作と認定試験が終了した。1974年度にフライトモデルの製作及び、 PM のプロとフライトモデルへの改修、さらに、これらの受け入れ試験が行われ、1975年1月末にナスダへ納入された。PFM は、その後4月から6月まで車上に置いて、車検設備やロケットとの整合性試験や運用訓練などに用いられた。1975年9月9日に、N-i ロケット1号機で種ヶ島宇宙センターから打ち上げられ、 打ち上げ時の環境測定は、マスダ、カツラ、マーシャルの各追跡局でデータが取得された。また、第3弾と衛星の分離時における衛星の姿勢変動などのデータもマーシャル局で取得された。9月11日、第25周回からマスダ局における距離及び距離、変化率の測定による追跡実験を開始した。また、第28周回から、 新展アンテナの展開実験を行い、新展性が確認された。10月13日第46周回からは、勝浦局の測定による追跡実験も行われ、システムの性能が確認された。衛星打ち上げ後3ヶ月間で、すべての実験は良好に実施され、その後も衛星信頼性データや日照条件の変化に伴う熱設計の確認など、 後の衛星設計に重要なデータの取得を長期間にわたって実施した。1982年4月28日には運用を終了した。ありがとうございます。